く春よ恋を奏でます。あわき光り立つ日の眺め、ひとつひとつ香り始める。私どんは空を越えて、私彼を迎えに来る。ハンヨトルクハンヨ、まぶた閉じればそこに。ハンヨボルクハンの懐かしき声がする。誰が笑ってんの、誰が笑ってんの、これ。しょぼいしやすな。そんなんちゃうぞ、こっちも。やめろこの テンカウント、この悲しみのテンカウントやめろ。怖い、怖いよ。何、面白い、何、面白い、しょうがないや、これが全てですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。けれども陣内くん似てたよ。いや、そうなんですよ。いやもう陣内さんにずっとお前は俺やでってずっと言われてるんですよ、陣内さん。顔が似てるから。奥様どうでしたか。もう私利用するのやめてくんない。全然お前はもうね、たまたまでしょ。年一たまたまやんね。いやでもまあいいねがつくんですよ。ちょっとごめん、今のなんでおんねや。仕事びっくりしたわ、ほんま。そしてくんちゃん、ドンフライは2度目か。2度目、はい、復活、はい、おかえりなさい。前回はドンフライととシャムロック、シャムロックですね。はい、はい、よ、来い、はい、ね、はい、いやもうゴルグハイ、みちょぱが涙流して笑ってましたよ、世代ちゃうのに。知ってるの、みちょぱ。世代やから。いやし、世代でもなんでもない、なんでもないよ、何見てんだろうと思った。そうでしょ。さあ鶴太郎さんどうでしたか。はい、いやもうこれ格闘技ファンにはもうたまらんですよ。たまらないですね。はい、もう本当に、まあでもテレビでやることでもないよ。だからホームパーティーでやってる。パーティー。そうね。今日はホームパーティーじゃないんですか。ホームパーティー。一番のホームやで、お前らにとったら。この人数が一番いいと、マジホンマガチの客よりホンマやりやすい。やりやすい。すごいやりやすかった。ジャッジメント。3対1で白組の勝利です。やったやった、勝てるか。この後はエハラとコージー最新モノマネ。パパがやられた。続いて白組はマイピーエハラマサヒロ。今回は西野カナの名曲をエハラの鉄板北斗晶で披露、必見です。このダディはこんな私を選んでくれてどうもありがとね。一応の前にこの取扱説明書をよく読んで。いやでもさ、私ちょっと歌とか苦手だから、だからちょっと質問とかしてくれたらさ、それで私が答えていて、それで当日になるって、そういうのお願いね、頼むね、ごめんね。急に不機嫌になることがあります、訳を聞いても。それあんたが冷蔵庫のプリン食べるからだろうが。あれを楽しみに生きてんだよ。定期的に褒めると長持ちします、爪が綺麗とか。
で毎日褒めねえんだよ。機嫌取りに来てんじゃねえよ、ふざけんじゃねえよ。一日に3回はブログ書きます、犬の写真とか。あのね、梅ちゃんと花ちゃんが可愛いの、もうトップページなんか犬だらけになってんだからさ。コストコ行くとついつい買いすぎます、ディナーロールとか。あれ36で4位ださ。感動話するとすぐに泣きます、涙もろいので。いやもう家族の話とかさ、もうダメなの、ごめんなさいね。ケンスケに褒められてもブチ切れます、愛してるとか。愛してるってなんだよお前、照れんじゃねえかよ本当。いやでも可愛いやつなんすよ。これからもどうぞよろしくね。こんな私だけど、ちょっとさ笑って許してよね。ずっと大切にしてね。いやだってさ、私はか弱い乙女なんだからさ。いやもうケンケン、コストコ行ってこい、コストコ。似てる。対する赤組はモノマネ名人コージー富田と家の新人アシベ。披露するのは坂東エイジと松本人志になって、 M1 王者ミルクボーイの漫才を大胆モノマネアレンジ。どうも坂東です。あどうもどうも、あ松本です。あどうもどうも、よろしくお願いします。はいはいはい、二人合わせてエッグボーイで、あよろしくお願いします。今郷ひろみさんのモノマネ用の眉毛をいただきましたけども、こんな何本あってもいいですからね。いや本当そうですよね。はい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 、あの坂東さんちょっとだけいいですか。何ですか。ちょっとうちのおかんが自分の好きな食べ物の名前をちょっと忘れてしまったらしいんですよ。おかんが好きな食べ物忘れてもうて、どうなってるそれ。でもおかんが好きな食べ物なんて高野豆腐かわさび漬けやろ。そうでもないらしいんですよ。違うの。ほんだらじゃあおかんの好きな食べ物、はいはい、考えてあげるから、うん、あのどんな特徴を言ってたかちょっと教えてもらえる。あ分かりました。うちのおかんが言うには、おうおう白くて、おうおう丸くて、おうおう殻がついてるらしいんですよ。ゆで卵やないかそれ。その特徴はどう聞いてもゆで卵やで、これ間違いない、それゆで卵や。いや僕もそう思ったんですけど。マーケットで子供が泣きじゃくるぐらいそれが欲しいものらしいんですよ。ゆで卵やないか。もうスーパーマーケットでよ、買うて買うてって言うたもんや。ゆで卵で間違いないそれは。いやでもうちのおかんが言うには、朝昼晩それだけぐわー食ってでも飽きないものらしいんですよ。ゆで卵やないか。朝昼晩3時のおやつもゆで卵でええわそれは。いや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 、でも、うん、うちのおかんが言うには、ああゆで卵ではないって言ってるんですよ。ゆで卵やねん。おかんが違うって言っても僕がゆで卵やって言うから、ゆで卵で間違いないねそれは。坂東さんちょっとだけいいですか。ああちょっといいですか。はあはあ、こいつやべえな。実際にあのブログには書いてんの、はい、そういうことが。いやもう書いてます書いてます。あのワンちゃん多い。ワンちゃんめちゃくちゃ出てきますから。ほんでもうこのねモノマネも北斗さんにちょっとお墨付きもらってて。そうなんですよ。だからこれをね、はい、あのモノマネをケンスケさんの前でやったんですよ。はい、このねケンさんケンさんつってやってみたら、はい、ケンスケさんに、いやチョコちゃんもうちょっと声汚いよって言われました。そうそう、リアルなアドバイス。チャコちゃんなんね。チャコちゃんって言われてますから。チャコちゃん、チャコちゃん。わかりました。さあ、コージーさん。はいはい。坂東エイジさんで、ゆで卵で。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、全然もう誇張なく坂東さんやもんね。声
誇張せんでももう似てきてもうてるから。いやいや、ゆいちゃんどうでしたか。あの江原さんはもう私何回も北斗さんと横でこう一緒に、はいはいはい、バラエティで泣き合った仲なんですけど、本当にその後に言うごめんねがめちゃめちゃ似てて、もう北斗さんが泣いた後の毎回おっしゃってくれるごめんねにめっちゃ似てて、なんかちょっと泣きそうになりました。本当にごめんね。あ、似てる似てる、めちゃめちゃ似てる、泣いた後のごめんねが似てる、めっちゃ似てます。本当にちょっとびっくりして鳥肌立ちましたもん。坂東さんと松本人志さんはどうでしたか。松本さんはもう終始松本さんなんですけど、坂東さんのゆで卵やないかっていつ来るのいつ来るのって、なんかちょっとサスペンス映画見てるんじゃないかぐらいのちょっと待ってしまう自分がいて、結局何言ってもゆで卵干されてるよね。そうですよ、本人が